こさん、はい、ラジオ企画滑ってますやん。いや滑ってへんよ別に。音声メディアってああいうもんですよ。じわじわ伸びていくもんですからね。あんなに自信満々やったのに。いや自信満々ってやりたいことやからね、うん、自信満々とかじゃないけど、はい、まあまあまあね、確かに思ってたよりかは再生数いかへんかったなってとこはありますけれどもね、はい、うん。どうするんですかこれから。どうするんですか。私やりたいですよ。お金にならないですけど。いやもういい、なんだお金にならないですけどあかんよね。お金にならないですけど言わん方がいいよね。再生数だって、うん、全然あかんから、ね。まあ、お金にならへんっていうのを表現するんやったら少佐さんの反応も良くなかったしっていうのでいいのに、お金にならへんっていうのは言わん方がいい。うん、直すぎるわそれは。どうするんですかほんで。やりたいけどね俺は。えやりたい。どうするんですかね。どうするんですか。やりたいよ俺は。だからやりたいじゃダメ。何がやるじゃん。やる。いや、やめますですよそこは。やめますですやんじゃなくて、やめんの。やめます。もうレギュラー化しないですあれは。無理そうですね。この感じは無理そうです。ハルピョンが多分もう嫌やっていうことなんで無理みたいです。すいません。ラジオ企画1回で終わりです。じゃあもうご飯食べてガーン食べて。別にこれだけで食べてるわけじゃないからあれやけど。失敗したことはもうやめます。まだ失敗かどうか判断するの早いかなとは思うんですけど、まあまあ早い判断大事とも言いますからね。はい。うん。てかそんなことよりも。何ですか。前のショート動画。うん。車運転するのに朝日スーパードライ持ってたでしょ。それあってんコメント欄で。腹立つわ、飲んでるわけねんそんな。こちらの動画です。ああ出すんやね。めっちゃつまずいた。何してんねん。私 VR 欲しいんですよね。見ました。うん、いやそれな、どう見てもこれやん。ちょうど飲んでるわ。チチヤスやんこれ。ほらチチヤス、チチヤスやねん。これのなんかこう多分こういう部分が一瞬見えて朝日スーパードライに見えたんか知らんけど、はい、でそれでコメント返してやん。チチヤスでやでとか、チチヤスって飲んだあかんもんやったかっていうふうに聞いてたやんか。いや朝日スーパードライに見えるみたいな。黙れってんなもん。朝日スーパードライが飲みながら飲んでるわけあれへんやろんなもん。そうやぞ。言うたれほんまちゃんと。おっさんはね朝日スーパードライなんか飲まへんねん。そうやフリー朝日飲むねんせこいから。違うね、違う違う違う。え違うのよ。ちょっと変わってるわ。俺がその飲む酒の種類が違うっていう話をしてるんじゃないのよ。えどの話してる。いやじゃあお酒を飲まないっていう話やねん。酒は飲まへんやんそもそも。なんで車運転してる時に酒飲むねん。確かにちゃんと言うたってほんまに。だからほんまに飲んでないから。そらそうやわ、そらそうや。当たり前や。ほんまにちゃうで。しかもこっさんはハイボールやねん飲むとしたら。しかもウイスキーはブラックに1回やねん。安いから。違うだから誰のせこい安い酒のイメージをつけようしてんの。せこいからじゃあ話変わってきてんねん。美味しいから飲んでんねん。クリア朝日もブラックニッカも俺は好きやから飲んでるんよ。今度がこっさんがせこい話。違う違う、せこい話じゃないのよ。ああちゃう。うんで車飲んでる時に酒なんか飲むわけないやろっていう話をしたいのに、こっさんはせこいから安い酒ばっか飲んでるよっていう。あここ私が生まれた時はどうでもええねんそれ今。はいということで、ということでってどういうこと。ビールは飲んでないよっていう動画でした。ビールは飲んでないよっていう動画でもないよ。何の動画なのこれは。じゃあねバイバイ。何の動画なの。